あーお金ねえな。お金取りに行きてえな。よしお金取りに行こう。こういう時はやっぱり銀行だよね。銀行行くか。ウィーン。マーチーは銀行へ向かいました。銀行どこだっけ。銀行の場所がわからない。マーチーは極度の方向音痴です。だってマーチーには恨みがあるんだよ。あんだけ苦労して集めたイースターのあのエッグハントの車なくなっちゃったんだよ。なくなっちゃったんだよ。あんなに一生懸命集めたのになくなっちゃったんだよ。むしゃくしゃするから今日は銀行ごとをしよう。設定がめちゃくちゃです。銀行どこだっけ。懲りずに道に迷っています。一方その頃カメはさてパタロールパタロール。銀行いるお金でも乗らすのかな。よし盗んでしまうぞ。マーチーはとっても悪い銀行強盗なのである。カードを取ってここに入っちゃうんだ。そしてマーチーは手慣れた手つきで爆弾を仕掛けます。よし行った。よし取るぞ。盗んだぞ。へいへいへい。わあわあ早沢さんとモグくんさんに遭遇しました。マーチーは一生懸命逃げました。逃げろー。待てー。来なさい。捕まってしまった。マーチーはあっさり捕まってしまいました。警察に連行されていくマーチー。来てくださいこっちです。はい、この中に入ってください。ドアを閉められてしまったマーチーですがドッペルゲンガーでしょうか。もう一人のマーチーが助けてくれました。逃げろ逃げろ。あっさり脱獄成功です。その後縁起でもねえ場所に連れてこられてしまいました。その後敵のアジトに来たかと思ったら亀警察も来てしまいました。こっちに来なさい。結局また警察署に連れ戻されてしまいました。しかしその度にもう一人のマーチーに助けられるマーチー、なぜなんでしょうか。マーチー逮捕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 待ってます。こうして結局マーチーは無事に逃げることができました。でもお金は自分で稼ぎましょうね。じゃんじゃん。ストーリー終わらせる